横浜文化体育館、今日のメインイベントがついにやってまいりました。インディペンデントワールド世界ヘビー級選手権、ミスターガンノスケますか。おっとおっと、対角線を利用、あー来た、来た、もう一度念仏、そしてパワーボムは切り返された。そうか、ファルコンアロー男だからドッグフード今あー今うわー、ウエキさん、ウエスト、あー、うわー来た。ただいまより試合を開始いたします。さあスワンダイブから、うわー、よされファイヤーバード我慢の限界です。できることならあなたを八つ裂きにしてやりたい。お前の間違いはな、この俺を甘く見たことだ。あげればない、ザ・ファンクスだ。いやーもうすごい。 Know something? Nothing bothers me more than watching two guys. いやー出ました、こんなプロレスマットにはこれは初登場であります。そして今日はでもまだ、ああ危ない危ない、うわ危ない、うわへこんだよマジで、うわうわかっこいいなおい、男黒だ、最高だ。石川ヒュー行くのがそのジャイアントスイングか、これマジで欲しいですね。おお来たね、これは大歓声が起きた、当然でしょう。こちらの選手がいいですよね。そしてね、そうですね、そうですね、はい、石川祐希、あ、これ膝のね使い方も上手いですよ、えぐい右で、ね、膝を打ち込んでください皆さん。しかし斧がね、クラックヘッドシザースに移行した。リング中央、お、出ますか、出ますか、この道場も20年ですよね。そうですね、もう創設以来ですから。合うっていうのはもう本質ですからね、ヒンジスクワットですね、はい。ムーンサルトができるかできないか、ちょっときついんじゃないかと思うんですけども、出たダイビングボディアタックプランチャースイッシーだ。チーム同士で対戦しなければいけないかもしれないですね。そうですね、全く分かりませんけどね、はい、だってね、知ってますから、はい、誰一番キスでしょう、この中で、この中ですか、4人の中で、この中じゃないですか、剣道選手なんかね、よく見せますね。そうですね、はい、そういう面でこのルールっていうのはどうでしたか、初めて聞いた時。確かに違うイメージがあるんですね。そうですね、はい、そしてチャンピオンベルトが披露されております。思い切ってトペロープ、サイド段からすごいスーパースターが3人ぐらいいらっしゃってて、私の試合を見た時にすごい絶賛してくださって、どこでチャンスが来るかわからないなと今でも思いますね。自分で失敗しちゃった、完膚します、電子マネー買ってきて。怪しい一言、電話が来たらまず相談、詐欺は絶対一人で解決しないで。